天皇大帝の像北極星を中心として回転する星々小熊座と竜座。現在の北極星は図中のポラリス天皇大帝は深刻化された北進のこと。口実するように日本における天皇という称号の起源の有力な候補の一つと考えられている。北斗七世と混同されることもある。古代中国では地上からは 天空のある一点を中心として、星々が巡っているように見えることを知っており、そこを北進と呼び、宇宙の中心と考えられていた。そして神格化され、道教や日本で使われる称号の天皇にも取り入れられたとする説がある。中国の唐の皇宗は天皇と称し、死後は皇后の側天武功によって天皇大帝の送り名が付けられた。これは、 日本の天武天皇による天皇の号の使用開始とほぼ同時期であるが、どちらが先であるかは研究者間でも結論が出ていない。道教では最高神を玉皇大帝としており、これを静粛における死び垣にある北極星に同定して北極死び大帝としていた。後に、これに北斗七世を神格化した北斗神皇における北斗神君とが集合し、 さらに星を仏教における妙剣菩薩に見立てた妙剣信仰が生まれた。このため、現在においても北極守備大帝と北斗神君とは本来は別の神であるとして分ける場合と同一視する場合とがある。中国の皇帝や日本の皇室の北斗信仰にもこの同一視が見られる。中国の皇帝の最腹の左袖には北斗七世、右袖には 食女がデザインされている。宮内庁所蔵の公明天皇の礼服は背中の中央上部にも北斗七世が置かれている。ただし、食女はない。和寒三歳図へ北極しびがきの図北極と天皇大帝に支点を加えた。両星の間にあるのが現在の北極星現在の北極星は筆舎の柄の先端にあるが、紀元前1100年頃には、 コグマザベータ星の北極距離が約6.5度と天の北極に最も近い北極星であり、ミカドと呼ばれていた。そして、信仰の対象とは別に天皇大帝という名の星座も存在した。海外占い行の巻69貫史中間占いに見える。新女天文史には口中一星を天皇大帝と曰くという記述がある。この口中は、 天帝の高級で天帝のスマウシュビグを護衛するマガリチンという星座で、その第二世、第一世、第五世、第六世で描かれる、四辺形のことを指しており、天皇大帝はその中にある五等星である。和漢三歳図ズへでも、天皇大帝は、口の中に当たる位置に記されているが、この図はかなり不正確なので注意が必要である。なお、オランダの東洋学者シュレーゲルは、 コグマザアルファー星を天皇大帝と同定している。ただし、大崎によれば、シュレーゲルによる同定は、第一級の資料とは認められないとのことである。北斗七世は水を汲む、との形をしており、大地を潤す濃厚の神のシンボルでもあった。四季、星行には、北斗は北進を中心に、一晩で一回転し、一年でとらは十二方位を指し、 止まることのない永久時計として陰陽、そして夏、冬を分け、濃厚の作業時期を示し、国家案内を保障するとある。天皇大帝はその生成の象徴として、神儀を持っている。神儀は、鏡と剣であり、樹具と生き具とを兼ねている。儒教では、中間色である紫を、聖色である赤よりも格下に見るが、天皇大帝は、紫具あるいは、紫び具。 四神殿、大極殿などと呼ばれる宮殿に住んでいることになっており、また、北極星の工房は紫色とされ、紫色を最高の神聖な色としている。諸橋哲次大漢和辞典によれば、歴史的仮名遣いは天和う大帝となる。発音は連上により、天皇大帝。なお、道書の日本の天皇の読みは、天俗はう、天和うのみ。 天は腕の立甲が標準である。星座名としては、通例、天皇大帝と振って、天皇大帝と読む。ただし、鈴木俊太郎は振り仮名を振っていないが、作品では、天乳と天馬座の間に配置しているところから、天皇と読んでいる私平均団とは、一般には皇室の祖霊を祭る伊勢神宮を、天皇、皇后、皇太子以外が祭ることを禁じたことを言う。 これに似た内容の禁令が以下のように出されている。なお、1811年、伊勢神宮の紙幣禁断は解かれたが、北極星及び北斗七星の再始解禁の時期は不明である。ありがとうございます。